皆さんこんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日は何かと言いますと雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというとこちらになります。はい、スマートの9月号になります。こちらのね、雑誌に何が付いているかというとこちらですね。ガンダムのプラモデルが付いていて、1分の1ガンプラくんのプラモデルが付いております。で、多分ね、こちらの絵に描いたあの写真に載っている通りね、はじめは真っ白い、無垢のものだと思うんですけど、自分でね、好きなように色を塗ってくださいということになりますので、ちょっとこちらの方ね、まあ、開封して、色塗りもね、ちょっとやってみて、それでね、ちょっとお届けできればなと思っておりますので、まずはね、こちら雑誌の付録、ついている状態で、開封してね、見ていければなと思っております。はい。じゃあちょっと早速ね、こちら開けていきたいと思います。はい、それではね、開けていきたいと思います。こちらね、ガンプラくんという、あ、ガンダム、ガンプラくんプラモデルね。こちらはね、1分の1ってことでね、まあ、武器もついてますからね、盾とね、ムサービルもついております。梱包についてはね、こんな感じで入っております。はい、じゃあこちらね、開けていきましょうか。よいしょ。まあね、毎度のことね、梱包についてはね、まあ綺麗に入れていただいてるんでね、こんな感じでね、箱に入っております。じゃあこれね、カッターね、入れて、開けていきましょうかね。はい、開けた状態はこんな感じになっております。説明書がちゃんと入っておりますね。で、プラモデルはこんな感じでね、ちゃんとね、プラスチックが割れないように、リングでね、囲ってあって、なんかこんな感じで入っております。かなりしっかりね、梱包されておりますね。で、入っているのはね、こちらのね、ランナーだけ1個だけですかね。まあ、こんな感じでね、ビニールに包まれております。1分の1でね、ガンプラくん1分の1ってね、私はね、ちょっとあまりこちら存じ上げなかったんですけど、なんかこういうのがあるんでしょうかね。はい、ランナーについてはね、こんな感じになっております。まあ、真っ白になっておりますね。でね、ポイントがね、こちら、組み立てちゃうと、多分ね、こちらのね、この目のくぼみの中とかね、塗りにくくなっちゃうんでね、こちらね、初めに塗っといた方がいいかなと思います。あと、この胸のパーツね、ここもね、ちょっとね、見せますと、こんな感じでね、胸のパーツは、ワンパーツになってます。で、顔についてもね、こちらね、顔のね、表面の方をつけなければ、剥き出しになってんでね、この状態で全て塗っといた方が、いいと思います。目もね、こんな感じでちゃんと、目、物合いだけはね、物合いだけ。で、その物合いの手前、で、最後の、フェイスという感じでね、結構ね、バラバラになっているんでね、これ順番にね、塗っていけば、綺麗になるんじゃないかなと思います。胸のパーツに関してもね、こんな感じで、別パーツになってるんでね、これもね、まあ、綺麗に切ってね、それで、塗装すればね、綺麗になるんじゃないかなと思ってます。じゃあ一旦ね、こんな感じで、真っ白の状態になっております。でね、私の場合はね、これ塗っちゃうとね、まあ、面白くないので、私がよくやってるのはすぐみレビュー。ここにあるプラモデル HG のね、ハイグレードのガンプラは全てすぐみで作っております。で、こちらね、多分ね、プラモデルのね、モデラーさんはみんなこっちをね、作ると思うんですね。ちゃんと色塗って、私あえてね、こっちのね、色を塗らなかった場合の無塗装ね、無加工のね、バージョン、まあ、すぐみのね、バージョンを組み立てていきたいと思います。まあ、そっちの方がね、逆バージョンでね、面白いかなと思いましたんで、じゃあこちらやっていきたいと思います。はい、それでは完成しましたんでね、見せていければなと思っております。まあ、今日はね、このスマートについているこのね、1分の1ガンプラくんプラモデルね、こちらを、作ってみました。で、私の場合はね、まあ、先ほども言った通り、こちらね、すぐみという形でね、無塗装無加工のこちらのバージョンをね、作っていきたいと思います。こちらはね、まあ、気が向いたらね、塗装すればいいかなと思ってます。
で、ランナーについてはね、こんな感じで全て切り離して作っております。余剰パーツはないですね。あとね、こちら、なんだろう、プラモデルがね、あのガンダムのプラモデルね、ガンプラとはちょっと違って、柔らかいね、プラスチックになってますね。はい、これ軟質のね、プラスチックになっております。じゃあこちらね、見ていければなと思っております。はい、大きさ的にはね、こんな感じになってます。で、一応説明書もね、見せていけますかね。まあ、こんな感じでね、顔のパーツとかね、こんな感じで、すべてね、組み合わせる感じになってます。なんかね、軟質のプラスチックでね、こういう風に作っていくとね、なんかこういう、よく、立体のね、パズルあるじゃないですか。なんかね、立体のパズル作ってるみたいでね、ちょっと面白かったですね。これ全部ね、バーッと切り離してしまって、それでこうね、絵を、まあね、自分のね、まあこれ説明書見ながらでもいいんですけど、想像でね、組み立てるのも面白いかと思ってます。結構こういうところね、細かいパーツなんですけど、基本的にはね、これ説明書見なくてもね、組み立てることできましたね。だからこれパズルとしてね、遊んでもいいかと思います。ちなみにこの手の部分と足の部分は、ワンパーツになってます。足だけがね、足の底が、別パーツになってますね。この足の底って赤いね、ガンダムって赤いあの靴を履いてるんでね、底の部分が。そこだけ多分色を塗りやすいように別パーツになってると思います。はい、そんな感じになっております。なのでね、まあ本当に先ほども言いましたけど、塗装したい人はね、これ、組み立てる前にね、塗装した方が、この物合いとかね、顔周りのね、青とかね、黒とか赤とかね、それがね、色分けできやすいと思います。作っちゃうとなかなかね、ガンダムの目ってこの中にくぼんでるんでね、塗りにくくなっちゃうんですけど、多分このね、この通りの、組み立てる通りに、まあ、色を塗ればね、多分塗りやすいと思います。で、このね、ガンプラくんをね、組み立てる時の要注意はね、まあ、できればニッパーがね、必要です。まあ、軟質のね、プラスチックなんで、ハサミでも切れると思うんですけど、やっぱりね、パーツの切り離しの部分がね、バリが残っちゃうんでね、まあ、そういうところはニッパーでやった方が安全かと思います。はい、以上になります。じゃあ早速ね、私のね、素組みで作った場合のガンプラくん、どういう感じかと、見せていければなと思っております。ちなみにこれね、台座がついております。ここね、下半身にね、刺して立てられるパーツになってますね。はい、こんな感じのパーツになっております。はい、じゃあ見せていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。はい、わかりますかね。あえてね、私こうね、最近見やすいように黒い手袋にしてるんですけどね。どうでしょう、こんな感じになっております。顔が大きくて下半身がね。まあなんか SD ガンダムみたいな感じですけどね。まあ SD ガンダムと違って顔が大きいんでね。まあ、ガシャポンガンダムみたいな感じですかね。はい。後ろはこんな感じになっております。で、結構ね、これ、取れやすくなっててね。ちょっとこれあえて取っちゃいますけど、首はね、こういうボールジョイントになってます。なのでね、頭がこれ、こう取り外せるようになってるし、可動もね、まあ、上下とかね、まあ、しやすくなってます。あとね、手の部分ね。手の部分は、これも取っちゃいますけど、手の部分もね、こんな感じになってます。はい、ちっちゃいね、ボールジョイントになってるんですね、ここ。これがね、ただ刺さってるだけになってます。なのでね、これ、ここの部分ね、丸い穴のところにこれを刺せばね、いいだけなんでね。まあちょっとね、あんまりこれガシガシ動かしてるとバカになっちゃうかもしれないですけど、まあもともとこいつがね、軟質のプラスチックなんでね、動かしててこう擦れてね、劣化していくっていうのはね、少ないかと思ってます。で、足についてもね、これもただ刺してあるだけです。はい、これもね、こんな感じで、ボールジョイントになってるんでね、これを刺すだけになってます。説明書見なくてもね、作れますよって言ったんですけど、ちょっとね、唯一この足だけね、足だけがね、右と左が、あります。なので、そこだけね、気をつけていただければなと思ってます。じゃあ、ガンプラくんね、顔元に戻しまして。はい、こんな感じになっております。じゃあ、あえてもう一回ね、正面からガンプラくんです。で、後ろからのガンプラくんです。
で、銃をね、まあ、肘がちょっと曲がらないんですけど、まあ、こんな感じでね、ガンプラ君、ポーズが取れます。こんな感じですね。で、ついている付属は、先ほども言った通り、ビームライフルとビームサーベル、あと盾のね、なっております。盾はね、これワンパーツになってますね。だからね、ちょっと盾はね、色分けね、この真ん中のところがね、赤くて、で、この真ん中の十字がね、黄色いんですね。ガンダムの盾って。ちょっとそこだけがね、難しいかなと思っております。はい。で、ここのね、足のね、間のところに穴が開いてるんで、まあ、そこにこれ刺していただければね、まあ、立ちますと。はい。まあ、こんな感じでね、立たせることができます。はい。で、こんな感じです。ちょっと上向かせますかね。はい、こんな感じで立たせることができます。で、ちなみにね、大きさですね。大きさはね、概要欄の方に、実際のこのね、雑誌のあのウェブサイトの URL と、あとこちらのね、プラモデルのサイズ、記載しておきますけど、一応これね、全長ね、確か 8.、あ、ここに書いてありますね。8.5 センチですね。全長 8.5 センチになります。で、こちらがね、144分の1のガンダムで、こちらがね、ガンプラくんですね。後ろ黒くした方が見やすいですかね。はい。こんな感じのサイズ感になっております。144分の1のガンダムの約半分ぐらいですかね。まあ、こっちが15センチぐらいだとしたら、まあ、こっちが 8.5 センチなんでね。まあ、だいたい半分ぐらいの背丈になっております。横幅はね、顔がでかいんでね。横幅はだいたい一緒ぐらいになってますね。はい、こんな感じになっております。こんな感じでね、まあ、普通の人はね、これちゃんと色を塗ってね、ガンプラ君ね、腕試ししたい、してね、動画撮ると思うんですけど、私はあえて、無垢のまんまね、無塗装、無加工で作った場合、どんな仕上がりになるかと。まあ、逆にね、これガンプラ君ね、この真っ白にね、作ったのも面白いかなと思います。まあ、これはね、皆さん好みで、作っていただければなと思っております。はい、以上となります。こんな感じでね、雑誌の、まあ、付録をまず開封レビューして、で、その後ね、私の場合は、今回はね、ガンプラだったんで、素組みでね、そのまま作ったらどんな感じになるかという感じでね、このガンプラをね、まあ、ガンプラというか雑誌の付録をね、まあ、楽しくレビューしておりますので、まあ、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければね、高評価お願いします。こんな感じで、まあ、変わったレビューをやっておりますので、またね、温かく見守ってご視聴いただければなと思っております。はい、以上となります。今日はスマートの9月号、こちらのレビューになります。でちなみにね、このスマートの9月号はね、下にいろいろ書いたんですけど、ガンプラ入門、ガンダム、ポケモン、スタジオジブリ、エヴァンゲリオンと、まあいろんなね、いろいろ他の特集とかね、キャラ服紹介とかいろいろやってますんでね、まあ、雑誌自体も面白いと思いますんでね、まあご興味がある方はご購入してみてくださいといった形になります。はい、以上となります。ご視聴ありがとうございました。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。